はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、ワンちゃんのこの歯磨きの話なんですけども、この歯磨きは線ではなく面で磨くっていう内容で今日お話しさせてもらおうかなと思います。はい、なのでこのお話はもうそうですね、もう歯磨きの中級者、上級者とかのお話になっていきます。はい、なのでもう今一生懸命こう歯磨きを練習している方はここを意識して、ぜひね、この練習の歯磨きね、とかも実際本番の歯磨きもそうなんですけども、やってほしいかなと思います。本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログの方は僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、Instagram に関してはここへ行こうっていう僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄から、ポチッと押していただくと、それぞれリンク飛べますので、よかったらチェックしてみていただけたらと思います。はい、じゃあ早速ね、その歯磨きの磨き方っていうことなんですけども、まあこうですね、こうね、はい、で、結論から言うと、この歯って、この歯ね、この歯ね、まあ、いろんな全部歯なんですけども、線ではなくてこの根元はぐるっと面でありますよね。はい、っていうのを改めて意識しなきゃいけないよっていうことなんですね。はい、一番大事なのは歯と歯茎の間ですから。で、歯と歯茎の間っていうのは、歯茎があって、歯がこうボンと、歯がボンとあるわけですよ。じゃあこの接着というか、こう密着しているところって一面だけじゃないっていうことなんです、ね、こっちもあってこっちもあって、ぐるっと言えば丸くあるわけですよね。はい、そこをやっぱりきちっと分かっておくべきってことなんですね。はい、この歯大丈夫ですか。で、こうなってくるとワンちゃんの歯もちっちゃい、これぐらいですけども、ちっちゃいからね、なんか分かりづらい。なのでちょっと拡大してみましょう。はい、実際拡大したらね、はないので、これとしてください。これ分かります？これボトル、ボトルですね、ボトル。で、これを歯と思ってください。歯ね、はい、OK ですか。歯と思ってください。じゃあこれがこうあるわけなんですね、分かりますかね。この歯がね、こうあるわけなんです。じゃあここの接着ね、こうついてるところってどうですか。あ、こうか。はい、あ、でもここ分かりやすいかな。はい、ここ黒い、黒いが分かりやすい。こう、こうあったらね、一面だけじゃないですよね。こうあった時にここだけ磨いてもダメなんですよ。ここもあるし、ここもあるし、ここもあるし、なんだこの間もあるしっていうことなんですよね。はい、なのでこうやって拡大してちょっと考えてみると、やっぱりこうね、横でこう、なんだろうな、ここだけではあかんよね、こうもあるよね、こうもあるよね、こうもあるよねってやっていかないと、やっぱりちゃんと歯周病を予防するような歯磨きにはなってこないんです。なのでやっぱりこう面で言うと、だから8面あるんですね。横、裏、前後、その間、間、間、間で全部8面あるんです、厳密に言うね。イメージ的にはまあ3面でいいですよってことを言ってるんですけども、4面か、裏も入れたら4面ですけども、厳密に言うとその角、間もあるので、はい、それぐらい細かく磨いていく必要があるんですよっていうのを、去年もせっかくやってる方っていうのは意識してやってほしいかなと思います。はい、じゃあ今日からじゃあやるべきことね、ああそうなるほどねとって方は、ちょっとおさらいで宿題の方を話させてもらおうかなと思います。では今日の宿題はこれです。はい、先生、今日は歯磨きについてお話しさせてもらいました。ついついこう横だけで磨いちゃう、それはもったいないかなと思います。もう中級者、上級者もしか見上げてる方っていうのは8面です。8面 OK ですか。ここがあったらこっちもあって、で横もあって、その角もある、全部で8面なんです。8面を意識する。はい、宿題ってさっき、ごめんなさい、もう言っちゃいました。宿題っていうのはこちらですね。8面を意識して、歯と歯茎の間の8面を意識して歯磨きっていうのをやってあげてください。はい、歯と歯茎の間を狙ってやる、8面を意識することです。でやってくると結構ね、丁寧にやらなきゃいけないわけなんですよ。なので意識してそこを歯ブラシを当てていくっていうのをやってほしいかなと思います。まあ最初はね、なかなかワンちゃんの方もまだ理解してない、飼い主さんも慣れてない状況で、この8面って難しいと思います。はい、慣れてきたらその8面っていうのをぜひ意識してやってほしいかなと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。